どうも。 阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで現在この動画を撮影しているのが11月26日の土曜日なんですけれども今回の動画でご紹介していきたいのは来シーズン我々タイガースファンとしても非常に期待度が高い井上選手前川選手の今後についてというのも岡田監督は周期キャンプでこの2人の来シーズン春のキャンプの一軍スタートを明言しているということで今回の動画では井上選手前川選手この2人の開幕一軍の可能性を徹底解説そして 特にに選手に関しててはここののオフ超異例の弟子入りも行っいいるということうでこういいいいいいったた点につててても深掘りをししききなながらお話していきたいなと思いますでは早速お話をしていきますが今回ご紹介していくのは来シーズン4年目を迎える井上選手そして来シーズン2年目を迎える前川選手、まあ、この2人に関しては左右の大砲ということで我々タイガースファンとしてもどう育っていってくれるのか本当に楽しみなわけなんですがまずご紹介していくのは井上選手でまず井上選手の今シーズンのファーム成績なんですが110試合に出場して4 3 0試合 32打数96安打,打率が2割2分2厘ホームラン11本70打点盗塁が4つ失礼率が2割7分4厘 OPS が628得点圏打率が2割9分2厘という数字でしたで今シーズンは少し1軍も経験しましたが5打数ノーヒット2三振ということで残念ながら結果を出すことはできなかったとでやはり井上選手の課題というのは全体的な確率アップあとは三振数のところですよね、まあ、やっぱり井上選手の場合は大砲パワーヒッターですから多少の三振というところは、まあ、首脳陣としても目をつむると言いますかその分ガツン とと打打をっってくれればと、まあ、そういういいい期待感ががああるのは間違いないんでですが矢野監監督督たり平田監督この二人が今シーズン口を揃えて井上選手に話していたのは三振の仕方をもう少し変えてほしいとどんどん打席内で振っていく三振ならばだしもどうしても甘いボールを見逃してしまってその後追い込まれ結果的に苦しくなってしまって三振そういう流れが多いんで打席内ではどんどんアグレッシブにいってほしいとこういう声というのも今シーズン井上選手に対してはかけていたとでそんな井上選手はコンオフ岡田監督の新しい教えというのを体現しているんです、まあという のも大山選手に対して岡田監督が指導してるという記事を見て自分と同じ右の長距離法大山選手が指導されているポイントをそのまま落とし込んでフェニックスリーグであったり周期練習や周期キャンプのバッティング練習で反映させていたとで岡田監督はそんな井上選手のバッティングに対してめちゃくちゃ打球が飛んでると思ったよりちゃんとスイングできてるあとは実戦でどのくらいできるかと、まあ、こういうコメントというのを出していたんですまあやっぱり井上選手の飛ばす力と言いますか非常に体も大きいですしあとは全体的な確率が上がってくれば本当にに楽しみなな存在になってく で岡田監督は大山選手に対してできるだけ体の前でさばいてほしいとこういう新しいポイントというのを伝授していたんですが井上選手はそれを自分に落とし込んで体が前に行くのでボールに刺されることはあるけど監督は悪くないと言っていたとこのようにキャンプでは岡田監督から伝授されたポイントをしっかり体現して井上選手はバットを振り込んでいったでその中で岡田監督は井上選手の飛距離まあ振る力というのを絶賛しているわけですから来シーズン4年目井上選手にかかる期待というのはどんどん大きくなってきます ジャイアンツ岡本選手の自主トレに参加予定、まあ、岡本選手は5年連続30ホーマーということで井上選手が目指すべき存在もうやっぱり右バッターの中では9回トップクラスと言いますか素晴らしい実績が残ってる選手だからこそ同じ右の長距離砲そして岡本選手も2軍時代打点を取ってその後1軍で輝いたこういう流れがありますからで井上選手は岡本選手との自主トレについてカズマさんに実際見てもらって自分が思ってるところであったりカズマさんが見てどう思ってるかというのを合わせていきながらレベルアップしていきたい 2月、1月の過ごし方で2月の結果が変わってくると思う。上の試合に出て、結果を残してというのが当たり前の世界結果を出せるようにやっていきたいと、こういう力強いコメントというのも出しています。まあ、本当に井上選手の場合は三振のところであったり、確率まあ、こういったところがフォーカスされがちではあるんですけれども、それ以上にやっぱり魅力がある選手ですからね。打席内で失敗を恐れることなく、ガンガン振っていて、その中で得られる経験というのは間違いなくあると思いますから、その中で迎える来シーズン4年目、井上選手が一体どういう成長を見せてくれるのか、オフの段階からの成長というところも。 しながら見ていきましょう。では続いて2人目、先ほどご紹介した井上選手と同じく我々タイガースファンはこの選手にもかなり高い期待というのを寄せています、来シーズン2年目を迎える前川選手ですね、でまず前川選手の今シーズンのファーム成績ですけれども、21試合に出場して60打数15安打、打率が2割5分、ホームラン3本7打点、出塁率が2割8分1厘、OPS が731、得点圏打率が3割ということで、まあ、前川選手は今シーズン2度の長期離脱というのがありましたから、1年目は数多く試合に出るということはできなかったんですが、 それでも限られた打席内で数多くの長打というのを見せていますしやはり井上選手と同じく打球を遠くに飛ばす力この長打力というのは大きな魅力になってきますで岡田監督の前川選手に対する評価なんですがドラフトで獲得した時点でこの選手は非常にいいよと、まあ、打席内でガンガン振れる力強く振れるところは非常にいいとこういう評価というのを元々出していたんです、まあ、前川選手の場合は2軍での打席もそうですしフェニックスリーグもそうそしてなんなら3月のオープン戦の時点からそうだったんですが1軍レベルのピッチャーに対しても臆することなくガンガン振っていて しっかりボールを呼び込んで引っ張れている。ここが非常に大きいですよね。打席内での貫禄を含めて新人選手とは思えないなと。と、まあ、それぐらいのオーラというのを放っている選手です。だからこそ、前川選手はこの秋まあ、怪我をすることなく、しっかり徐々にアピールしていきたい。そういう段階だったんですが、この岡田監督の評価というのもぐんぐん上がっていってます。で、秋季キャンプを終えての前川選手に対する評価なんですが、前側はバッティングええよな。確かにええよ。まだ1年目やろ。体の力とかもあるみたいやしなとこういう評価を出しています。まあ、本当に。前川選手はバッティング練習の段階から意識が非常に。 言いますか引っ張るだけではなく逆方向に強い打球を打っていくとやはり甲子園を本拠地にしている左バッターどうしても浜風との勝負になっていきますからま甲子園でホームラン数を伸ばしていく長打の数を伸ばしていくということになればやはり逆方向に強い打球を打つことができるかこれは非常にに大ききななポイントになってきますそれこそ左バッターで30本40本打っていた金本さんであったりブラゼルさんこういう2人に共通していたのはしっかり浜風に乗せて左中間からレフトのポール際あの方向にバンバンホームラン打っていましたから前川選手も来シーズン2年目ではありますから けれども早い段階でこの意識づけをしていくというのは本当に好材料なんじゃないかなというふうに思いますでもう一つこのオフの前川選手の情報でいうとこれまで2軍ではレフトを守ることが多かったんですが岡田監督の考えのもと前川選手を起用する場合はライトに固定やはりそれは前川選手が左投げということもあって岡田監督の中で色々試行錯誤しながらの起用法変更だと思うんですがセ・リーグには DH がありませんし岡田監督は両翼の選手は打ってくれればいいと、まあ、こういうコメントは出してはいるもののやはり守備力というのは重要になってくるで特に甲子園の フライと浜風があってフライを取るのも難しいですし三塁へのタッチアップホームへの送球ある程度肩の力というのも必要になってくるですのでコンオフ前川選手はバッティング能力を伸ばしていくこともそうなんですが全体的な守備能力アップ特に送球面の安定性これを身につけていきたい中で前川選手は超異例の弟子入りというのを行ったんですでそれは一体誰への弟子入りなのかというところ、まあ、左投げではない選手に対しての弟子入りなのかそれとも井上選手のように他球団の選手への弟子入りなのかいろんな選択肢が考えられる中前川選手が取った というののはタイガーース渡辺投手への弟子入りでした、えー、ヤッシュがピッチャーに弟子入りそんなことあるのっていうねこういうコメントが皆さんから飛んできそうですが、まあ、渡辺選手はシーズン後半鳴尾葉まで時間を過ごすということが多かったですから、まあ、その時に前川選手とコンタクトを取れたのかなっていうねそういう背景というのも予想していますが前川選手は渡辺投手から学んだことについてお前は軸を貯めて打てるやんっていう風に言われた投げるのも貯めてから動作に入ったらいい球がいくんちゃうって下半身を意識してという風に分かりやすく教えてもらいましたとこういうコメントを出していたんです。いや本当にこの の弟入りに関しては目からうろこと言いますか？もちろんピッチャーと野手考え方というのは全く違ってくるとは思うんですが、同じ左投げ、そして強くボールを投げることができるという観点で見ていくと、左ピッチャーに弟子入りというのは、今の前川選手にとっては本当にプラスになるんじゃないでしょうか。もちろん外野手が強いボールを投げる時というのは基本的に動作ありですから。まあ、ノーステップで投げるということはほとんどありませんが、しっかり下半身を意識してその動作というのを上に伝えていく。やはりこの一連の動作というのはピッチャーが一番意識している。ポイントですから、まあ、その中で超異例の弟子という。 にななりましたががここののののオフ前川選手の送球面がどう変わっていくのかこの点も大きな注目ポイントです、すで最後になりますが、この動画でご紹介してきた井上選手と前川選手、岡田監督はこの二人の春のキャンプ、一軍スタートというのを明言してるんです。で、そのことについて岡田監督のコメントですが、いやいや当然、一軍のメンバーには入れていこうと思うよ。年齢とか関係なしに力があったらそりゃ当然一軍でな。どんどん最初の紅白戦とかで使っていく。どれぐらい一軍のレベルのピッチャーの球に対応できるとかな。それは当然見てみたいと思うレベルやで、はっきり言うてなと、こういうコメントを出しているんです。 ですので、この二人の評価というのは、間違いなく今回の周期キャンプで上がったでしょうし、で、実際来シーズン迎える春のキャンプでいいアピールをすることができれば、外野手争いはスケット選手含め、非常に激しいものが予想されます。ただ、その中でしっかりアピールをすることができれば、この春のキャンプの1軍スタートを経て、開幕1軍、なんなら開幕レギュラーというところも狙っていけるようなポテンシャルというのは間違いなくあると思うんです。で、そのためにはやっぱりオフの磨き方ですよね。ま、井上選手は岡本選手に弟子入り、そして前川選手は渡辺投手に弟子入りして、送球面も磨いていく。やはり我々 タイガースファンとすれば右の井上選手左の前川選手2人が揃ってスタメンに名前を連ねるこういう未来があればファンとして万々歳ですからまず一軍キャンプスタートが濃厚とされている中オフの時間をどのように過ごしてくれるんでしょうかこの2人の今後の成長というところも注目しながら見ていきたいなと思いますはいということで今回の動画では井上選手前川選手この2人の今後の可能性についてそして一軍キャンプスタートが確実とされている中開幕一軍の可能性はありそうなのかこういった点についてもご紹介されていただきました本当に来シーーズンののタイガースの両翼争い にに関ししてはスケット選手も含め本当に激いい争いが予想されますただ岡田監督は両翼は打ってほしいとこういうビジョンを明かしてるからこそこの2人にとってみれば大チャンスまだまだ若い選手ですが来シーズン勝負の1年になる可能性非常に高いということでこの2人の今後注目しながら見ていきましょう皆さんは井上選手前川選手この2人の開幕1軍の可能性についてどう考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいですということで以上今この動画が面白かったためになったと思っていす いただけた方は良かったらチャンネル登録グッドボタン押していただけると嬉しいです皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者38,000人突破いつもありがとうございます皆さんのご視聴コメント高評価チャンネル登録が励みになってます次は目指せチャンネル登録者39,000人ということで今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたしますでまた次の動画でお会いいたしましょう毎日トラホありがとうございました我々タイガースファンとしてもこの2人にかかる期待というのは大きいです このオフどういう風に自分自身を磨いてくれるのかこの点も注目しながら見ていきましょう。じゃあまた